こんにちは、都屋工房の野村松です。今回はこのコンパルの感磁器について、修理について述べたいと思います。この製品がゴムなんですね。ゴムなんで、こう経年変化でぶち切れることがあります。こんな感じですね。こんな感じでぶち切れたり、こんな感じでぶち切れたり、ぶち切れた拍子にこの先っぽが雪の中に落として家に帰ったらなかったということがあります。で、コンパルの説明書を見ますと、別売りであるって書いてあるんですが、コンパルという会社が小売りの店ではないんで、個人相手には販売しませんって書いてありました。で、困ってナフコに行って探してきました。ありました。まずこの先っぽ、この先っぽですね。先っぽはこんな風なゴムロープ金具というのがありました。これですね。これがありました。だからゴムについては、ゴムロープ、こういうゴムロープがありました。これもナフコでありました。これを使って修理することができるようです。で、実際につけたのが感磁が、こっちですね。ちょっと格好は違うんですが、まあ格好は違うんですが、なんとかなるだろうと思われます。このゴムも使っていたのというよりは、やっぱり経年変化で朽ちたりするし、こう引っ張ったりするものなんで弱くなっていることがあるので、必ず使う前に点検するようにしたらいいと思います。はい、コンパルの感磁器の修理方法について、都屋工房の野村正人が説明しました。